俺も30分固まりました。どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたします、バンドリ。皆さんはガルパをプレイしているときに他バンドメンバーの会話とか気にしたことありますか？今も画面に出てるんですけれども、こういった他バンドメンバーたちの会話ですよね。意外な組み合わせとかあって僕は楽しんでるんですけれども、どのキャラが今他バンドメンバーとの会話が多いか知ってますか？それはね、やっぱりもちろんリサねーでもないんですよ。実は上原ひまりちゃんでもないんです。なんと北沢はぐみちゃんなんですね。現在はぐみちゃんで確認できているキャラはこちら。そう、結構いるでしょ。かすみちゃん、ありさちゃん、さあやちゃん、たえちゃん、なぜかりみちゃんは確認できなかった。ちょっとガルパの闇を見たような気がしますけども。そして続いてひまりちゃん、あやちゃん、そしてイブちゃん、ちさとちゃんで、まやちゃん、あこちゃんっていう10人のキャラクターと現在会話が確認されております。結構こう見たらポピパとあとはパスパレーが強いのかな。はい、でも10人いるのって実ははぐみちゃんだけなんですよ。そっから下はあと9人で今確認できているのは、ありさちゃん、ひまりちゃん、りさねえ、そしてかおるさん。結構かおるさん実は多かったっていう。そして8人になると、かすみちゃん、ともえちゃん、ひなちゃん、いぶちゃん、ココロンという、まあ結構ね、みんなと分け隔てなく接してるキャラが多い中で、なんとはぐみちゃんが1位というね。まあ、はぐみちゃんってこう結構地味なキャラクターだとか言われてるけれども、キャラクターの中で一番顔が広いのは北沢はぐみちゃんなんですね。そんなクイーンはぐみの話でございました。おいじゃ皆さん、またね、バイバイ。